大阪市東住吉区にある NPO 法人子どもデザイン教室。さまざまな事情で親と暮らせない子どもたちを対象に、アートなどの創作活動のレッスンを無料で行っています。子どもデザイン教室では遊びながら学ぶというレッスンをしています。これは1年間を通して子どもたちが自分たちのキャラクターをピンバッジやお人形とかいろんな商品にして最後に販売するというレッスンをしています。その過程で想像すること、努力すること、対話することを習慣づけていって、子どもたちが社会に出た時にそういった自ら学び取ろうとする力、生きる力をこう体の中に育てていくと、そういうふうなことをしています。より直接的な支援も行っています。毎月第3土曜日に行われているコドキャラレッスンです。コドキャラとは、子どもたちとプロのデザイナーが一緒に制作したキャラクターを企業に販売し、その資金で子どもたちの自立を支援する取り組みです。子どもたちがデザインしたキャラクターは、これまでに大阪ガスやお好み焼き屋さんの風の街などで使われています。収益の 25% が子どもたちの銀行口座へ直接振り込まれ、自立するための資金として使われています。親と暮らせない子どもたち、全国に4万8000人いるんですけれども、そのうちの約半分に虐待や育児放棄といったそういった深刻な背景があります。で、こうした子どもたち年々増えていってるんですけれども、虐待の発生件数ももう8万件を超えるような状況になってまして、その世の中あまり知られていないんですけれども、そういった深刻な状況にある。で、こうした子どもたちの多く9割は児童養護施設等に委託されるんですけれども、18歳になるとその施設を出ないといけない。基本的にその頼れる身内がない、お金がない状態でその施設を出ないといけないということで、いわゆるその社会的排除と言われる状況なんですけれども、これがこう連鎖していって、新しい貧困を生んでいっていると。子どもデザイン教室は普通の絵画教室とは違って、絵の上達だけが目的ではありません。創作活動を通して子どもたちの努力する心や計画性を養い、問題を解決する力などを高めることを重視しています。というのも、虐待や育児放棄によって親と離れて暮らしている子どもたちは、十分な愛情を受けられなかったことが理由で自分に自信を持てない傾向にあるからです。一つはすごく自信をつけたというところがあると思います。子どもたちどうしてもこう自尊感情が低いところがありますので、自信がないためになかなかこうポジティブに物事が進められない部分がありますので、こういった取り組みを通して、自信をつけたっていうのはすごく大きいところだと思います。子どもデザイン教室には、大阪府下の5つの児童養護施設から約20人の子どもが通っているんですけれども、まだまだたくさんの子どもたちが施設の中で暮らしていますので、もっと多くの子どもたちがここに参加できるように、この活動が広まっていけばいいなと思っています。そして一人一人の子どもが生まれてきてよかったなと思える社会になっていけばいいなと、そんなふうに思っています。